皆さん、合法的に仕事中にビール飲みませんか？ウエストコーストブリングの俊太です。じゃあ今日もですね、ビールを紹介していきたいと思います。今週はですね、2種類ビールがありまして、で、この2本撮りなんで、2本目なんですけど、こっちがね、個人的には本命です。じゃあ、そんなビール紹介していきたいと思います。じゃあ、今週の2作目になります。こちらです。ドン！いいラベルですね。名前はザ・コレクティブ。チョコラズベリー。ちょっとラベルの汗を拭いてあげます。スタイルはですね、サワーダブル IPA に、ウィズですよ。ラズベリーとカカオ、ココナッツと、そして乳糖、ミルク、シュガーを使っている、ビールになっております。決してですね、2月14日のバレンタインデーを意識してるわけではございません。ちょっと意識してるかもしれないですね。じゃあ早速、そんな甘酸っぱそうな名前のビールを飲んでいきたいと思います。海鮮。特にバレンタインデーにちなんだ昔話とかあんま面白いのないんですけど、お母さんからは、中学生ぐらいまでもらってました。注いでいきたいと思います。はい、テイスティング動画で少し余ってるビールはいつもどうなってるかというね、ご質問を昔いただきましたけれども、全部飲み切ってます。終わった後に。はい。じゃあね、早速このビール紹介していきたいと思います。ドーン！すごい！ピンク！鮮やか！ね、これがバレンタインデーですよ。関係ないって言ってましたね。ラズベリーの色がね、すごい出てますね。まずね、濁ってます。めちゃめちゃ。うん。明日をね、見通すことができない。明後日も見えない。向こう側見えない。濁りんごのピンクでございます。このね、ピンクというか赤みがかかってるのはラズベリーの果汁によるものでしょうね。じゃあ早速、嗅いでいきたいと思います。うん。うん。うん。すげえラズベリーの、ベリーの香り強いですね。香りだけで少し甘酸っぱさを感じるかな。うん。フルーツ特有の。で、これね、ココナッツピューレを使っているので、すごいココナッツのね、香りもね、ほんのりしますね。そしてチョコ感、これ、ね、カカオニブも使ってるんですけども、うっすらします。まあ例えるならばゴリゴリのチョコレートっていうよりかはホワイトチョコにドライフルーツ入ってたりするじゃないですか。あれ、一番俺が美味しいと思ってるやつ、チョコ界で、あれの匂いがします。じゃあ早速味の方もいきたいと思います。二口目からが本番なんで、うん、うまい。これうまいよ。うん。何がうまいかっていうとね、まずね、口当たりとしては炭酸はね結構弱めです。はい。なので、まあ、炭酸苦手な人とか、ちょっとね、僕もねめちゃめちゃ強い炭酸とか苦手なんですけど、割とねこうスルスル入ってきやすいというか、飲みやすさは、まあ、炭酸がない分割とこう口当たりは優しめになってますね。で、味わいなんですけど、もちろんね、こんな色してるんで、結構ラズベリーというかベリー感強いです。ただ、さっき言ってたココナッツとカカオニブ使ってるんで、その、うっすらね、飲んだ後に味わいとして、こう、下の奥というか、口の奥側にチョコっぽさ、そしてココナッツ感で残ってますね。だからね、最初から結構最後まで、こう、その味のグラデーションがあるっていうんですか。その香りから味わいの終わりまで段階を踏んで結構味を探せるので、そうね、ちょっと複雑味はあるんですけども、美味しいビールです。うん。でね、これ一応サワーダブル IPA ということでドライホップもしてるんですよ。はい。でドライホップをしてるのがギャラクシーサブロー、サブローのクライオということで、サブローっていうホップはですね、それ自体が結構ココナッツっぽい香りとか味わいがするホップになってます。で、それに本物のココナッツピューレとココナッツっぽいホップが掛け合わさったら、そらココナッツよっていうね、アフターとしてココナッツの香りが強い。そしてね、やっぱ IPA なんで少し苦味っていうのもしっかりついてます。このチョコっぽさとほろ苦さ、すごいマッチしてますね。で、実は今回このカカオニブ、
使ってるカカオニブなんですけども、静岡のチョコレート専門店のコンチェさんにご協力をいただきまして、カカオニブ、使用しております。そして、結構ね、もう見てる頃にはなくなってるかもしれませんけれども、このカカオニブを使って、また新たにコンチェさんが、その使ったカカオニブを使って、チョコを作ってくれました。でね、これはね、このチョコはノベルティとして、直営店でお渡ししておりますので、誰からもチョコレートがもらえない、そんな僕は、直営店を駆けずり回りたいと思います。余談なんですけど、ブルワーが、今回ですね、このココナッツピューレを使うにあたって、一箱ですね、味見したらしいんですよ。だからちょっとね、シャリシャリのシャーベット状の時にココナッツピューレ食べたらめちゃめちゃ美味しかったらしくて、ブルワーみんなで一箱食べたらしいです。告発をこの場に借りてさせていただきます。食うなよ。はい。で、まあ、ラベルなんですけど、コレクティブシリーズということで、サワダブル IPA、いろんな副原料、まあ、いわゆるフルーツとか、まあ、今回みたいなチョコとかを使ったシリーズが、あるんですけれども、まあ、6体の、ね、若きというか、まあ、ちょっと異能的な感じのホップデュード。そして、今回はラズベリーを意識した赤いラベルとなっております。はい。今回でこのコレクティブシリーズ自体は、8作目になりますので、また時期を狙って9、10が来るかもしれませんので、お楽しみにしていてください。まあじゃあバレンタインは意識してないと言いつつも、バレンタインにぴったりなビールに仕上がってますので、バレンタイン過ぎてもですね、まだ楽しめるビールです。いつでも楽しんでください。そんな感じで今日はこの後飲みたいと思いますので、そろそろ締めます。乾杯！